ハイメ・パス・サモラハイメ・パス・サモラは、ボリビアの元大統領。を1989年8月6日から1993年8月6日まで、務めた。サハ革命運動党を1971年に創設し、以来ずっと当時を務める。同党は、社会主義インターナショナルに加盟している。パス・サモラは、1982年から1984年に、 エルナン・シレス・スワソ政権下で副大統領を務めた。ちなみに、スワソは当時パス・サモラのおじであるビクトル・パス・エステン・ソロと政権を争っていた。1989年5月7日に行われた大統領選挙では第3位の得票率だったのにもかかわらず、同年8月5日に議会で大統領に選出された。これは選挙で第2位の得票率だった。 ウゴ・バンセル・スアレスが票をすべてパス・サモラに譲ったことによる逆転劇であった。大統領選挙で最大票を獲得したのはゴンサロ・サンチェス・でロ・サダであったが、得票率が50%に届かなかったために議会での大逆転となったのである。ウゴ・バンセルは右派の人物で1970年代に軍政によってボリビアを統治していたことがあり、その頃は パッサモラの旧敵であった。このため、バンセルがパッサモラに協力したということは当時ボリビア国民に大きな驚きを与えた。しかし、強力な新米姿勢を持っていたサンチェス・でロサダに対しては、右左の違いは大きいものではなかったとする見方もある。また、大統領復帰を望むバンセルが、まだ大統領経験のないパッサモラに恩を売っておき、 後の選挙で借りを返してもらおうという計算があったとも言われる。事実、後の1997年の大統領選挙では、バンセルが大統領に返り咲いている。左派革命運動党のトレードマークは鳥である。このため、パスサモラはしばしばが女の愛称で呼ばれる。彼は1980年に飛行機の爆破事件に巻き込まれ、顔などに大きな火傷を負った。 この事件は当時激しく対立していた軍部の仕業であると言われたが証明はなされなかった。このやけどにより口の悪い人たちはパッサモラのことを焼き鳥と呼んでいる。パッサモラは1985年、1989年、1997年、及び2002年の4回大統領に立候補しているが、前3回は第3位、最後は 第4位の得票率であった。ありがとうございます。